Hello guys, my name is Endo. I'm a sushi chef in Tokyo, Ebisu Endo. Today I'm gonna show you how to fillet sea bream. So let's do it. I will prepare subtitles, so please enjoy. ということで今日はこちらのタイをね、さばいていきたいなと思います。でタイはね、日本でも一番こう馴染みのある魚で、まあ煮てもよし、焼いてもよし、もちろん生でもよしということで、お寿司はもちろん王道中の王道ですね。でね、最近は本当に養殖も技術がすごい発達してるんで、養殖の魚が必ずしもダメってことはないと思うんですけど、とりあえず今日はね、天然の鯛を使っていきたいなと思います。で養殖と天然のね、見分け方いくつかあるんですけど、まあパッと見のね、まず色味、天然のね鯛独有のこの桜鯛とかとも言われる、ね、このなんかちょっとこう綺麗なね桜色、これはやっぱ天然の鯛の特徴で、養殖はね結構浅瀬で比較的育てられることが多いんで、ちょっとね日焼けして浅黒くなるって言われてます。このヒレのところがね、ここがすごくこうね綺麗に残ってるのがね、これ天然で、養殖だとどうしてもね狭い網の中でお互い網に擦れたり魚同士がぶつかったりして、ここがねどうしても削れちゃうんですよ。こんなね綺麗なヒレの残り方、なかなか養殖だとないっていうところと、ここの鯛の尾行のところね、ここ2つ穴があるんですけどね、天然は綺麗な2つ、養殖だとねここはなぜかつながってしまうんで、まあ、その辺を見分ければちょっと天然なのか養殖なのかなっていうのは鯛でもすぐに見分けられると思うんで。案外知られてないですけど、鯛って性転換する魚なんで、若い頃は全部メスです。で大体2歳ぐらい、2、3歳の時にメスからオスに性転換するんで、まあ大きさで言うと2キロ前後けど、ただメスとオスだとやっぱオスの方がこう力強くて野菜味のある香りがあるし、メスの方がこうちょっと脂が乗ってて身質は柔らかいんで、メスとオスまず味が違うんだなってところを理解してもらえたら嬉しいですし、顔はねちょっとオスの方がゴツゴツした感じになりやすいですね。でもこれも本当個体差あるんですけど、ここのねなんかおでこのとこちょっと出っ張ったりとか、あるいはまあちょっとやっぱ優しい感じはメスなんで、確実ならまあお腹割ってみて、卵入ってんのか白子入ってんのか、まあ、それが確実っちゃ確実ですね。早速鱗を取っていきたいなと思います。ね、鱗を取るね、鱗取りいっぱいあるんですけど、まあ一番オーソドックスな形のやつで、でこういうシンクでね鱗取っていくと、どうしても鱗が散ってしまうんで、こういう袋に入れるとシンクの中がね汚れずにすごく作業しやすいと思うんで、で尻尾から頭に向けて鱗をね取っていきたいなと思います。この時にねヒレが刺さると手すごくね怪我して痛いんでね、ヒレの部分だけちょっと注意してもらいながら鱗を取っていってください。ある程度鱗取りで鱗が取れたら、細かいところはね包丁使っていきます。これもねヒレ周りとかにまだ鱗が残ってるんで、最後ちょっとこの包丁で綺麗に鱗取ってって、 Right, next step。 で次にね魚の鱗を洗うとき、必ず塩水でね洗ってください。塩水で洗うとこれ、まあ、大体 3% 前後ぐらい、大体海の海水と同じ塩分濃度で、そうするとね魚の旨味がね逃げていかないんで、これがただの真水とか、まあ、水道水、特に結構塩素効いてるんですけど、水道水とかでやると浸透圧でねどうしても塩分濃度とか旨味がね高い方から低い方に全部逃げてってしまうんで、でこの中で鱗を落としてもらって、これでねとりあえず OK です。そしたらねちょっとねさばいていきたいなと思います。下のね骨にこう沿っていきながらね当てていきます。ここまでいったら尻尾の方に一回抜けて、まだね身が生きてるんですごく弾力もあって香りもまだありますね。